はい、こんにちは、物欲な親人です。今回は生活用品ねプチレビューということでご紹介したいと思います。目の前にありますようにハンドクリーナーです。もうね、車載用掃除機と書いてありますけれども、その名の通りね、非常にコンパクトで多目的に使える掃除機、ハンディクリーナーご紹介いたします。私最近ね車納車されまして CX60 ですね、乗っていますけれども、まあ、やっぱりね綺麗に乗りたいよねということで、埃とかね汚れとか定期的に掃除したいんですけれども、なかなかねガソリンスタンドとの大きなあの掃除機使う機会も少ないですし、かといってダイソンを車にずっと置いておくのも、まあ、充電等の問題もありまして厳しいということで、今回提供いただいたこのようなコンパクトなタイプの掃除機を置いておくというのが一つの最適解じゃないかなと思っています。このようなものをねポーチに入れて車に常備しておくことで、いつでもさっとね掃除ができるということを狙っています。こちら以前のモデルがあったようで、それを改良したモデルとのことなのでね、結構ねいろんな機能とか使い勝手良くなっているようなんですけれども、まだまだ改良してもらいたい部分もありますのでね、その点含めて紹介していきたいと思います。パッケージめっちゃシンプルで、車載用掃除機とあってですね、もう裏はね本だけですね。モデル名とか特に書いてないで、説明書が入っています。このように多機能車載用掃除機、しっかりとこちら日本語で書かれてまして、この説明書自体はかなり分かりやすいですね。製品名はこちらです。 XCQ01A というモデルです。充電時間は 3,4 時間かかります。こちらが付属品でして、いろいろと入ってます。ちょっともうすでに使っていますので、汚れているパーツもあることご了承ください。まず一番大きい本体がこちらですね。このような感じ、まあ、大きいといっても本当このような手のひらに乗るぐらいのコンパクトな感じです。これぐらいだったらね車の中に置いておいてね、まあ、全くスペース取らないかなと思いますので、まあ、グローボックスとかね十分入るサイズになってます。で、一番使うであろうね、私が一番使うであろうこのダストボックスです。ここにゴミが溜まります。で、あとフィルターですね。それに伴ってフィルターはなんとねすごいよ、これ5個も入ってます。だいたいね 1,2 個でなんか洗って繰り返し使ってねみたいなものが多いんですけれども、このようなねフィルターが5個入っています。ただ5個入っている理由がなんとなく分かりましたね。結構使うとですね、このフィルターの目が詰まりやすいんですよ。今これさっとね拭きましたけれども、吐きましたけれども、この付属のブラシで。ただねこれすぐ詰まってしまうので、このねフィルターのメンテナンス性がねもう少し良くなればいいかなと思いました。結局このフィルターをですね、ゴミ吸うとここに目にゴミ詰まりますので、このブラシノズルでこのゴミ箱のところでこう入れてね、こう吐いてあげてゴミを落とすと、フィルターのゴミを落とすというね仕草作業をしてあげます。そうじゃないとねどんどんこのフィルターが目詰まってしまっていきますので、ダストボックスに入るのはいいんですけど、フィルターもしっかりと掃除が必要です。で、こちらが今ご紹介しましたブラシノズルですね。特に車の中掃除するにはこのブラシノズル重宝いたします。続いて充電用の USB ケーブルです。このような感じ。またはこちらモバイルバッテリーにもなりますので、こちら出力としても使うことが可能です。これ後ほど紹介します。で、隙間ノズルですね。こちらこのような、まあ、その名の通りね細いノズルになってますので、隙間の掃き掃除をしたりということで、この先端はブラシ、これは取り外しができまして、こんな感じで、これでこのハンディクリーナーブロワー機能といってね、空気を吹き出すことも可能ですので、そういった場合はこの先からね空気吹き出すと、そしてホコリを飛ばすということも可能になってますので、で、あとねこのノズルが4個ついてるんですけれども、これはまあ私はあんまり使わないかなと思いますけれども、まあ夏ねプールとか行く時には浮き輪とかそういったのも含めね活用できるものがいくつかあるんじゃないかなと思います。こちらが細口ノズルといって、これねバランスボールとかバスケットボール、エアープールとか、まあそのあたりで使えるアタッチメントです。これが太口ノズルといって、排気口に取り付けて空気入れ用ですね。エアマットとかエアベッドの空気入れ用に使えるもの。これスモールノズル、これ真空パックとかそういった真空容器とかそういったのに使ったり、あとこれがビッグノズルなのかな、このように
4個のノズルが入ってますので、排気口吸気口両方取り付けてそれを駆使してね使うことができます。あとはこのような収納の巾着ポーチが入っていますね。こんな感じの内容になってます。では早速本体見ていきましょう。こっちがね吸気口でこっちが排気口かな。こんな感じで両方ね刺さって使えるようになってます。でここにはね液晶のディスプレイがありまして、ここでバッテリー残量とか電源化を押すとこんな感じ見ることができますが、このようにせっかく液晶搭載しているのにこれ表面の樹脂がねこれスモークタイプというかね濁ったタイプなので、曇りタイプなので中のね文字がはっきり見えないというね感じになってます。で充電するのはタイプ C です。ここにタイプ A とタイプ C がありまして、 A はねこれモバイルバッテリーにねこの部分がなってまして、これ出力ポートです。で入力はここで挿しますと、こんな感じで今モバイルバッテリーから充電してますけれども、このように赤が点滅して今充電中ですよっていう感じですね。で逆に付属のタイプ A のケーブルをここに挿しまして、こっちかな、そしてスマホに挿してみましょう。今ねちょうどバッテリーも 20% 切っちゃうとこです。挿してみましょう。そして一回この電源ボタンを押すと、おお充電されますね。こんな感じで充電されますので、まあ、緊急時ですね、車にこれ積んでおいて、まあ、車からも充電できるんですけれども、モバイルバッテリーとして最悪ねこれ使うことができます。充電速度はねそれまで速くないと思いますけれども、緊急時にはいいですね。この本体ですけれども 6000mAh のバッテリーを搭載していますので、これモバイルバッテリーとしてね緊急時になんとか使えるという、まあ、面白い機能も搭載されてます。また本体面白い機能がついてまして、ここにね LED があるんですよ。これ1回押すとランプ光りまして、このように照らしてくれます。なので暗いね車の中とかキャンプ行った日とかね、こういった時に LED 照らしてくれますし、このように点滅するパターンもねあります。赤と白がね両方高速に点滅するパターンと低速で点滅するパターンと3パターンに切り替えることが可能ですね。このようなパターンとこのようなパターンです。いざという時に役に立つんじゃないでしょうか。でメインの使い方ですけれども、今ここにねこういったカバーがはまっていまして、これ吸気口ですね、空気を吸うといった場合にここにこれを取り付けて、あとは先ほどのついていたいろんなアタッチメントをこう付け替えていくことで機能がね使えるというものになります。で一番よく使うのは、まあ、普通の掃除機タイプだと思いますので、まあ、その場合ですね、これを外しまして、そしてこちらですね、このダストボックスに先ほどのフィルターをパカッて入れまして、まあ、よくある掃除機のタイプにいたします。そしてここでカチッとロックするまで入れて、このようにもう形が掃除機になりましたね。これで使うといった感じになります。でただ握った時にここに電源あると一番いいんですけど、なぜかねこう内側にあるという感じなので、ここを長押しすると、このような感じでこちらが排気口になるので、こうこんな感じでね結構強いです。長押しで、で音はねそこそこうるさいです。かなり吸引力強いので、その分ねモーター強力ですね。これ数値的には 19,000 パスカルの吸引力を持っているというようですね。でさらに強力なね3段階用意されてまして、これが1、2、3とめっちゃ強力です。はい、このような感じですね。ただ音だけはものすごくうるさいのでね、家で特に深夜とかね使う場合は注意が必要ですね。このような感じ で私がよく使う場合は、あれどこ行った、あこのブラシですね、このブラシをこうやって差し込んでね、こう使うのが一番ベーシックなんじゃないかなと思いますね。でゴミがねここに溜まりますので、こう外してここに指引っ掛けて、ここからゴミを捨てるという感じになります。まあ、簡単なんですけど、逆にこのヘパフィルターに詰まりやすいので、ゴミがここだけがねメンテナンスする必要がありますね。
でこの隙間ノズルね、ここにね刺せればダストボックスって吸引できるんですけれども、これここにねこうやってやってこう刺してしまうと、これゴミがねこの中に入り込んでしまうので注意がいりますね。これ排気口のみです。こう排気なのでブロワーとしてこれ使う場合ですね。こうしますと、ここオンにしますと、はい、こっちからね空気が出ますので、ブロワーとして使うことができるという、このような使い方するのが正しいですね。なのでこの細いのもこの掃除機として使えるとね一番いいなと思いましたけれども、こんな感じです。提案としてはね、ここにちょうどフィルターをはめられて、これがもう少しねこう長めのこういうキャップがあると、こういったのね差し込めるし、吸引するときにゴミとかあってもこのダイレクトにモーターに入らずに済むかなというふうに思うんですけど、いかがでしょうかね。という感じで便利に使えるハンディ掃除機ですけれども、最後ね収納しておく時のこの巾着があるんですが、これね本当はこの掃除機のタイプにした状態で私こう入れておきたいんですけれども、これ入らずですね、これ一旦ねこう外してあげて、この状態、このコンパクトな状態で入れて、でかつこれをこうね入れて、まあ、こんな状態で入れておく必要がありますので、まあ、ちょっと毎回ですねゴミとかを掃除して入れておかなきゃいけないなというところですね。まあ、このフィルターがあるので一応外には漏れないんですけれども、まあ、このブラシでね、このこっち側穴、はい、蓋があるとはいえね出そうなので、ホコリは、まあ、この状態になっちゃうというところですね。まあ、大丈夫かな、どうでしょうね。ということで、まあ、それ以外はね、あと隙間ノズルぐらいか、充電は車に USB ケーブルがあるのでそれで OK かな。あとは1個予備のフィルターとか入れておくかどうかですけれども、まあ、大体そのこの入る容量としてもそれぐらいですね。なのでこのセットを車に置いておくと良いのかなというふうに思いました。ではね、少し車で掃除した様子をねちょっと撮りましたので、それを見て終わりたいと思います。では車内にやってきました。こちら私がね乗っています、最近納車されたばかりの CX60 です。なので綺麗に乗りたいんですよね。定期的なお掃除欠かせないということで、こういったハンディクリーナーは常時積んでおこうかなと思っています。まずはじめはこのようによくあるブラシタイプのノズルをつけたアタッチメント、こんな感じで使ってみます。電源がここにあります。なんかね操作的にはねこっち側にあった方がやりやすいなとは思ってるんですけれども、ここにありますね。もしくはこう持つのでね、ここにあったらいいなと思うんですが、なぜ反対側にあるっていうのが少しね微妙で、これ長押しで、はい、こんな感じで電源つきます。もう一度押しますと消えます。でこれせっかくの液晶なんですけれども、なんかね曇りガラス、曇り樹脂のねカバーがしてあるのでぼやけて見えるんですよね。これも残念ですね。バッテリー残量と、このようにね、はい、1回押すと光って分かります。バッテリー残量がぼやけてるでしょ、こんな感じ。これねピントが合ってないわけじゃなくてこうやって見えてます。長押しますと 1,2,3 と強度切り替えれまして、こんな感じです。はい、こういう隙間とかね、あーめっちゃ吸いますね。これ広い場所分かりますでしょうか。ワンちゃんの毛とかがねあるんですけど、はい、吸い取ったり、とこんな感じで、いやめっちゃ綺麗になりましたね。これね3段階強度が変われまして、3にするとめっちゃ強力ですので、かなりもうねこのような隙間のゴミをね吸い取ってくれます。カーペットもこんな感じで綺麗になりました。いや1台あるとねほんと便利ですね。であと便利なのがね LED ですね。こちら LED ランプがつきますので、はい、このように照らしたりねしてゴミとかね確認することもできますし、夜ね隙間に落としちゃった時もこの LED ライトでこう照らすことでね見えますので、こう見つけたりねすることもできますね。続いてね今度逆にこの細いノズルをつけて先のブラシ取ることで、これブロワーとしても使うことができます。逆に空気吹く側ですね、
で、この丸いアタッチメントをこのように逆に取り付けるとね、ここから空気吹き出すという感じで、まあ、その場合は前に LED が来るので、まあ、これを前提に作ったのかもしれないなと思います。ブロワーの場合はね、これ、はい、ちょうど良い形でここにね電源ボタン来るので、はい、これで今、はい、ここから、ね、空気出てますので、はい、これ吹き飛ばしている感じです。逆に、こんな感じでね、スノーボードの最後雪を吹き飛ばすね、ブロワーのように結構強力に空気噴射してくれますので、一旦このブロワーでこういった細かいところのホコリをね飛ばしてから、先ほどの、今度は吸引でね掃除するっていうのもありなんじゃないかなと思います。これいずれにせよね非常に強力で、これ1台あればブロワーに、クリーナー吸引にね両方使えるということで、このようにコンパクトですので、付属のポーチに入れて車の中にね入れておくだけでかなりね便利に使えるんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。実際に車内で使ってみた、ね、様子をお伝えいたしましたですね。まとめますと非常にコンパクトで強力ですね。本当に今まで見た中で一番強力な掃除機です。ただこれどこ見てもね実際使える時間が書いてないんですよね。何分使えるっていうのが10分間以上は使わないでねっていうふうには書いてますけれども、連続使用時間が書いてないです。これマックスの3段階目だとね多分結構早くねバッテリーなくなるんじゃないかなと思いますし、この持ち手がね暖かくなってきてますので、ちょっと長期使用っていうのはね難しいかなと思います。で、改良点としましては、こう掃除機で使うときにどうしてもね右利きだとこれ内側になっちゃうので、まあ、こちら側にね液晶とボタン操作類があると一番いいなと思いましたし、ライトもこれ逆側がいいなと思いました。あとはこのノズルがこの掃除機でも使えるといいなというふうに思った感じですね。で、あとはフィルターの掃除がもう少し楽になるととってもねもっともっと良くなるんじゃないかなと思いました。ということで今回は、このような車載用掃除機ご紹介いたしました。車の中綺麗にしたいけどねこういったの1個欲しいなという方ね検討してみてはいかがでしょうか。逆に空気入れもねにもなりますので、エアベッドとかそのあたりを使いの方も使えると思いますので、排気吸気両方使えるというのも大きなメリットなんじゃないかなと思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。